こちらはまずもう5日前のやつで、パンちゃんリナ選手の再生なども手伝っているバトルボックスジムトレーナーでもある元ノックアウトチャンピオンの亮太郎さん、木村フィリップミノル選手の上半身裸ジョーラでのミット打ち動画を爆撃としまして公開。オーソーサウスポーとスイッチングし、キレのいいパンチを打ち込んでおりまして、しかしその体を見てみると、コメント欄では、あれ縮んでね、本来のサイズ感きたな、抜けてる抜けてる、などドーピングとやっと決別し始めたんじゃないかというものが結構多くついておりまして、それを K1 輪島ひろみチャンピオンが引用リツイートして、ああ普通の人になっちゃった、ボクシングでも勝てそう、おとぼけ絵文字としまして投稿。結構言う輪島ひろみ選手。でも確かに見てみると、木村フィリップミノル選手以前の体が三越前のライオンだとすると、今のは何だろう、だからワサオみたいなあの親しみのある体になっております。でもそれで一つ下せぬのは、会場来て脱いでパフォーマンスした時は、榊原社長も言っていた通りパッキパキだったじゃないですか。あの時は抜いてなかったんですかね。自信満々に見せていたってことは、それがプラスアルファになっているからっていう気持ちがあったと思うんですが、陽性になっていたのに当分はまだやってて、最近抜き始めたということでしょうか。それともやらなくなってから時間差があるんでしょうか。でもだとしたら、時間差も考えて服を脱いで王者のライオンのポーズ取れていたのはすごいですよね。ドーピングでパワーアップしてなくて、まあ、他の選手に危害が加わることがなければ、他の部分では面白い人なんですけどね。そしてその木村フィリップミノル選手と対談をしたとして、きっとこの後動画なり出ると思いますけど、その前に青木真也選手のドーピング問題についてのインタビューがエンカウントさんから昨日出ましたので、そちらを。青木真也選手、これはジャニーズ問題と一緒、陽性の結果が出てからやっていたのを知っていたやつらが急に叩き始めて、それは自分の人気取りなだけであって、すごくいやらしいし、それじゃあ根本的な解決にはならない。俺も20年プロやってて、こいつやってんなってやついるけど、でも俺はそれを言ったことはないよ。だって言っちゃったらダサいじゃん。今回は選手までもが叩いている。木村実だけをチェックしたのもいじめの構図に近いと。それは俺も思ったな。一人だけはまずいよね。そして青木真也選手、正直自分がドーピングやらない、そんな自信もない。アリスタ・オーフレイムもそうだけど、やってない頃勝ててなくて、じゃあ周りもやってるから俺もやるよってスタンスだったわけだし。でも自分がこれまでやってなかったのは、なぜ格闘技をやっているのかという根本的なところも含めての倫理観。でも社会はやり直しが効く方がいいんだよ。なんたって俺自身が子供の頃から排除される側で、俺がなぜ格闘技を好きだったのかというと、格闘技があぶれ者たちの最後のザルだったから。でも今は格闘技すらも正論を吐くようになってしまった。じゃあ社会で排除されてしまった奴らはどうすればいいんだよ。やり直しが効かないと挑戦もできなくなるし、いいものができなくなると思う。ドーピングは結局は悪さするやつはこれからも絶対にまた使ったりするし、なくならないね。だから結局は個人個人の倫理観、性善説に任せるしかないんだよ、ということでした。これに以前真っ向から逆の意見を唱えていたのが武井壮さんでしたね。例えばみんなのヒーロー一郎選手や大谷選手が、もし他にドーピングをやってる選手のせいで世に出れていなかったり、ダメージを余計に食らってリタイアしていたりしたらどうするんだ。一回でもやったやつらは少なくともこの業界にはいちゃダメ。他にも仕事はあるわけだし、そっちをしてくださいというものでしたね。もちろんね、正論はこっちと思う人も多いと思いますが、でも青木真也選手は格闘技はだからそれだけじゃないだろうと言いたいようです。まあこの辺は平行線になりますよね。あとこれかなり古すぎて申し訳ないんですが、私が個人的に知らなかったやつ、堀口恭司選手が8月25日に、なのでほぼ2ヶ月前ですね、に人志松本の酒のつまみになる話に出た時の事務所の話ということで振られた堀口恭司選手は、まあ業界が特殊なので
マネージャーがだいたい、言い方悪いけど、使えないやつばっかりで、スポンサー取ってこれなくて、それなのにすごい上から目線で物を言ってきたり、パーセンテージは向こうに持ってかれるわけで、納得いかないなぁと思って、自分はだから何回もコロコロ変えてる。人間性も好きじゃなくて、こいつマジでぶっ飛ばしてやろうかなって、あはははは。やっと今いい会社に入っているということでした。はい、なのでやっぱ信じられるのは兄健太さんだけということでしょうか。今まで切られた人っていうのは誰のことを言ってるんですかね。表舞台に出てきている人たちなのかな。そして堀口恭司選手といえば、元 YouTube メンバーの佐野さんが最近サムライトップチームで話題になっておりましたが、元 YouTuber の人が起こした会社で、企業がインフルエンサーに直接 PR 投稿を依頼できるというマーケティング会社、現代にぴったりですよね。それが現在上場しているトリドリというところで、佐野さんはなんとそこの役員っぽいですよ。つまりいろいろその辺の事情に詳しく、ノウハウもあり、なおかつかなりのお金持ちっぽいです。これはそのトリドリが上場するときの、ああいうのなんて言うんだろう、会社が上場するときのお披露目会っていうのかな、報告会っていうのか、そういうものの時に、そこの数人だけしかそこに上がれないうちのメンバーの一人として佐野さんがいたことからそう言われております。そしてサムライトップチームの賛同者から、この間金原正則選手が外れましたが、サムライトップチーム公式より、他に僕鋼鉄様、手塚弘之選手、川尻達也様より当プロジェクト賛同者脱退の申し出がございました。理由に関しましては、先日ご報告いたしました一期生オーディション中止により、このような形となりました。我々運営の認識と想定が甘く、無償でご協力いただいた賛同者様には一切の非もございません。この度の変更に伴い、これ以上のご迷惑をおかけしないよう、週明け月曜日にプロジェクトページから賛同者様全員の掲載の方を控えさせていただきます。我々からの依頼で善意でご協力いただいたにもかかわらず、このような結果となり、重ねてお詫び申し上げます。何卒よろしくお願いいたしますと。でも全員の名前がもうないんじゃねえ、賛同してるもしてないも変わらない状態になったということですね。さらに佐野さんは、この度の変更に伴い、皆様に大変なご迷惑をおかけいたしまして、心よりお詫び申し上げます。特に我々の依頼に応じて善意でご協力いただいた賛同者の皆様には、私の認識や想定の甘さによりご迷惑をおかけしたこと深くお詫び申し上げます。すでにプロジェクトへのご支援をいただいている支援者様には、希望者様への返金手続きを実施後、返礼品をお届けさせていただきます。返礼品あるようです。我々の原点である日本の有望な若手格闘家の支援という理念を忘れず、ゼロ規制2名のサポートとその活動報告に注力してまいります。鶴谷玲選手と中村凛也選手ですね。何卒よろしくお願い申し上げますとのことです。そしてこちらは、この間の UFC294 当チャンネルでやっていなかったところいきますと、ライジンでも大活躍、ビクター・ヘンリー選手はローブローを受け、悶絶ノーコンテストに。平達郎選手のライバル、全勝のモカエフ選手は、扇久保博正選手が出場したタフでの優勝者、ティム・エリオット選手とやり、序盤不利な場面を見せるも、3ラウンド肩固めで勝利。そしてなんと今回、当初はチマエフ選手と戦うはずだったパウロ・コスター選手が、会場で観客にブーイングを受け、さらに観客は暴徒と化し、パウロ・コスタ選手に飛びかかった者がいて、しかしパウロ・コスタ選手、それにパンチで返すという騒動がありました。肘の手術での今回欠場だったのに、殴れるんかいというコメントもついておりましたが、まあそれぐらいはできるんじゃない。ジャン斉藤さんは、コスタに喧嘩を売るって頭おかしい、例えば秋山義弘に殴りかかるやつ日本人にはいないでしょと投稿しております。はい、というわけで本日は以上となります。今日は時間なくて休もうかなとも思ったんですが、少しでもやることが大事ですので、いつもより短めになっておりますが、でも1回10分って本当はそれでも十分大変だよね。今までがさらにずっと異常なだけであって、これで3倍ね人が見てくれれば本当はいいんですが、そうもいかず、はあ、ため息の週始めとなってしまいました。で、昨日ですね、人生で初めて神田明神行ってきたんですが、皆さん、これの名前って何か分かります？
これって生け花とかにも使う言葉だと思うんですが、水をこう溜めておくところですね。普通水盤だと思うじゃないですか。でも下見てください、これ馬針っていうらしいですよ。本当に本当にこの読み方合ってんの、馬針って。今まで聞いたことないんだけど。で、他には見てください、ここに龍角散のだめ売ってるんですが、ちゃんとね、神田明神バージョンになっておりますので、はい、これはあれですか、シール貼ってあるだけじゃないよね。そういう野暮なことは言わないように。324円、これ定価いくら、270円とかかな、ちょっと乗っけてあるのかな、実は分かりませんが、はい、こういうかチャンネル登録通知をポチッとオンにして、本日も良い格闘ライフを。また聞いてね。あとはちなみに、神社に声援と書いて、神社エールっていうね、やっちゃったっていう商品もあって、それは1本400円だったんですが、それは飲んで帰ってきました。